皆さんこんにちは。黒メガネクロの京阪神駅前探索。今日は京都の三条駅に来ています。京阪特急で三条駅の方にやってまいりました。で、今日ご案内しますのはこの商店街、寺町商店街と新京極の方をご案内したいと思います。まずいきなり飛び込んできましたのがこのなんか肉屋みたいな、そして寺町通りの歴史と由来という、そういう説明書きがあります。こちらの英語バージョンで読んでみましょうか。なんて書いてあるのか全然わかりません。で、ここでなんか肉が目に飛び込んできましたけれども、値段を見て目玉がびっくりしました。なんか 100g 1900円とか書いてありましたけれども、そんな肉が存在すること自体知りませんでした。もっとも焼肉食べ放題の肉しか食べたことがありませんので、こんな肉味がよくわかりません。そしてこのお土産物屋、これは京都のお土産で、こういうドクロとか竜とかそういうのがあるんですね。どこの地方の人たちが買っていくのでしょうか。多分修学旅行生を当てにターゲットにしているんでしょうね。まあここ京都は地方から修学旅行生がたくさんいらっしゃいます。そういう人たちは必ず、男の子はそういう竜とかドクロとか虎とかそういう柄の、あ、それはいいとして、ここ錦商店街です。錦商店街は正月になると非常に多くの人で賑わいます。で、ここがなんかミリタリーショップ、銃とか軍服とかそういうのが売っているんです。まあ男の人なら誰しも、あ、これ木村、ここ昔からあります。なんかもう目移りしてどうしようもないですね、ここの商店街は。先ほどのミリタリーショップの話に戻りますけれども、ミリタリーショップというのは藤井大丸あります。これ昔からありましたよ、藤井大丸、大丸百貨店の系列なんでしょうかね。で、ここが市場通り。なんかもう目移りしてどうしようもないです。なんか落ち着いて一つのことがどうしても喋れません。で、ここから新京極に入っていきます。寺町商店街とこの新京極というのは並行して走ってるんですけれども、こちらの方が若干人の通りが多いような感じがします。それも昔からなんですけれどもね。で、昔はこういうジップ屋さんとかって多かったんですけれども、今はタバコ吸う人が特に少なくなって、あまりジップを売ってる店というのは見なくなりましたけれども、まあ依然としてそのジッポというのは非常に人気があります。あ、ここは寺町通りと一緒になってるんですよ、このミリタリーショップは。このミリタリーショップを抜けていくと向こう側の寺町商店街の方に続いています。ちょっと興奮して何を喋っているのか自分でも分からなくなってしまいましたけれども、ちょっとこの辺で落ち着きましょうか。フクロウの店とかもあるんですね。これフクロウ屋さんなんでしょうか、ペット屋さん。錦天満宮で、こっち側に行くと先ほどの錦商店街で、さっきは正月に賑わうというふうに言ってたんですけれども、実際には正月じゃなくて大晦日に賑わうんです。で、これは携帯のカバーを売っている店なんですけれども、やっぱりちょっと京都らしい柄の携帯のカバーが多いです。これも修学旅行生用なんでしょうかね。修学旅行生と外人をタイヤ入れても示していますけれども、今外人ももうほとんど来ていませんので、
もっぱら修学旅行生でしょうか。恐るべしコロナです。でこの飛行機が逆さまになっているこのわけのわからん店も、これもなんか昔からあります。昔というのは約30年ぐらい前です。でこの辺の風景も全く変わっていませんね。30年ぐらい前から、私が大学にいた頃からほとんど変わっていません。まあ、最も個別の店とか、このガチャポンの中身なんかはもう様変わりしてるんでしょうけれども、本当にこの街も久しぶりに来てるので、なんかもう興奮してしまいます。でもちょっとなんか興奮が落ち着いてきました。ここからなんかゆっくり歩けそうです。ネーミングが面白いですよね。商店街の中にお寺とか神社とかあるというのも京都ならではです。なかなか珍しい光景ですね。この右側の方はちょっと様変わりしてるような感じがするんですけれども、左側は昔と変わらないんですけれども、この右側のビルはあまりよく知りません。これですね、ここはちょっと見たことないです。どこに行こうか迷ってるんです、まあ、とりあえず駅の方に戻っていきましょう。ここをまっすぐ行きますと京阪の三条駅に戻ってきます。このリプトンの喫茶店も30年前からありました。ちょっとあの頃と比べてなんか綺麗になってておしゃれ感がありますけれども、本当に京都という街は何年経っても変わりません。それもいい意味で。大阪なんてもう本当に淀屋橋のあたりなんて原型がなくなっていますよね。まあ、あの日銀とか御堂筋は別にして、あの水野のあたりとか大阪大、勧業銀行ですか、あのあたりなんかはもうツインビルが建つようで、全くもう原型がなくなっています。アーケードはここまでです。でこの横の通りが河原町通り、三条名店街、本当に名店が多かったです。昔はこの辺りにパチンコ屋が2軒あったんですけれども、もうパチンコは衰退してしまって2軒とも潰れていますね。でここは木屋町、この鴨川名物の
アベックが等間隔で並んでいるというのは、まあ、冬なので見られません。いや、いてますね。やっぱりこんな冬でもいるんですね。以上、京都京阪三条駅からお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。